確認しよう。まだ動くかどうか。動かない。やっぱりもう。これで修行して、あの澄ました顔のクソガキよりも絶対に強くなってくださいね。死んでしまう。腕六本はきつい。そう、俺ももっと強くならないと。こういったことができるようになるまで食べ物あげませんから。死ぬる。今日も飯抜きです。恐ろしいほどの運動量の中、ほぼ絶睡、絶食、絶眠。三途の川を渡りかける。水底を見ると何かが光っていたので、もぎもぎされつつ掴みに行った。光る石は水の中でも匂いがした。この匂いは月の糸とは違う匂い。来る。前よりもずっとよくわかる。体力も戻ってついていけてる。おいで。相手が狙ってくる場所がわかるようになった。よし、入る。渾身の一撃。もう壊れたら。壊れてもいい。絶対俺が直すから。でも俺はそんな炭治郎さんだからこそ死なないでほしい。誰よりも強くなってほしい。借りた刀折れちゃった。いいんですよそんなの。あ、でしょうかこれ。少なくとも300年以上前の刀ですよね。